皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、こちらスポンジボブの新しい新作が出ました。もうねもう何シリーズなのこれ。やば、何、クレイジーシリーズみたいな感じなのかな。なんかあの可愛いスポンジボブではなく、あのアニメのよくわかんないスポンジボブたちスポンジボブとパトリックって感じですね。これあのスポンジボブあまり知らない人は可愛いキャラクターだと思ってると思うんですけど、あの平気でちょっとグロいシーンとかもあるし、あの一番上にあるパトリックとかどうなってんだろうって感じだと思うんですけど、あのよくパトリックはこうなりますもうスポンジボブもパトリックもこうなる。アニメ見てる方だとなんか あのシーンかなこのシーンかなこういう感じになっちゃったのかなみたいなが分かると思うんですけど、 あんまり知らないとですね、多分何なんだこれはって思って誰も買わないであろうシリーズが出てしまいましたので、私はスポンジボブ大好きでですね、一時までの、TSUTAYAにあるスポンジボブの DVD は全て借りてみたっていうぐらいスポンジボブ好きな見てたんですけど、それをちょっと今回は開封していきたいと思います。で、狙いはもうどれ出てもいい。私はもうこれはもうパトリックも欲しいしスポンジボブも欲しい。どれがいいかなんて言えないということで開封していきたいと思います。Much later. 2個しか買わなかったからな。みんなはこれどういう気持ちで開封してんだろう。私最近ちょっとあの開封動画すらちゃんと見れてないから、皆さんの誰が開封してるかとかも把握できてないけど、えお？およ？この嘘は？いきます、せーのオープニングで一回こうなるよね、うん、オープニングでこうなる。一回なんかよくわかんない感じにえ？やば、一番出ろって思ったやつ出たわあ、いいわ、このスポンジボブの良さが出てるわ。そう、スポンジボブってさ、みんなさ、スポンジボブめっちゃ可愛い、スポンジボブめっちゃいいねとか、なんかキャラクターとして可愛いみたいなさ、みんな感じじゃん。違うからね、スポンジボブの良さはここよ、この超おバカアニメだからね。いいシリーズ作ってくれたわ、本当にマジで感謝だね。こんな誰がこれをフィギュアにしようと思ったんだろうえ、とんでもないね。というわけで一つ目、なんかわけわかんない形になっちゃってるスポンジボブです。じゃあ二つ目、次パトリックがいいかな。なんか付属品ついてきてるな。え、超ちっちゃいんだけど、え、なにこれ。いきます、せーの、あはぁ、そういうことね。私これ何かなって思ったけど、違うわ、ちゃんとしてるわ。あ、これちゃんとしてる。しかもなんかアクスタみたいになってる、これこんなんついてきてアクスタになってんだけど、切る。これさ、どうなってる
かっていうとねじ曲がってんのよ、なんかぐる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 ってほら、いいね、本当私はあなたのこういうところが好きなのよね。なんかスポンジボブの良さが出てる2個引き当てられて嬉しいんだけど、私みんなからしたら 何がどういいのかよく分かってないと思うけど、というわけで2つ目はこの子がぐるぐるぐるってねじれちゃった子が出ました。なんかもし買ってなかったらマジでこれ買ってほしいな。本当にスポンジボブこういうアニメなのでスポンジボブ見たことないよって人はぜひね見てほしい。本当になんか悩んでる時に見た方がいい。なんかなんかはとしかはっていうリアクションしか取れないぐらいのアニメなので、私はこのブラインドボックス本当に素晴らしいと思う。この姿をやっぱ今までねちょっとスポンジボブのブラインドボックス何個かあって、まあ、今までもいいなって思ってた可愛いところをなんかねこうちょっとデフォルメっぽくしてもらったり可愛い感じにしたりラブブとコラボしたり本当にいいところあるなって思ってたけど、こんなにスポンジボブの良さをギュッてしたそのブラインドボックスはないので、ぜひね皆さんスポンジボブ好きもしくはこういうわけわかんないアニメ好きって方はハピツリとかね、あれはちょっと行き過ぎちゃってるけど、なんかこういうアメリカン的なとち狂ってる感じが好きな方はぜひこのブラインドボックス超おすすめなのでぜひ購入してみてください。私はとんでもなく心を射抜かれました。ちょっとまたこれは開封したいと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いします、このスポンジボブめっちゃ可愛いと思った人は高評価、めっちゃいいねと思った人はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで、バイバイ。